海峡フェリーターミナルの函館ターミナルで販売されていた福袋を紹介します。こちらの福袋は新型コロナウイルスの影響で物産展の中止や観光客減少で余ったお土産5000円相当のものがランダムに入っており、2500円という半額で購入することができます。なお、数量限定ですので、売り切れている可能性があります。中心に様々なものが入っておりますので、ぜひとも欲しいと思ったら売り切れる前に津軽海峡フェリー函館ターミナル1階のショッピングプラザで購入してみてください。興味を持った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。コロナウイルスで仕事を失った方々も必見。世界中、通信環境があれば、どこでも作業できるデータ入力のお仕事を紹介します。令和の時代に、必要なお仕事です。ぜひとも、皆さんもこの機会に新しいお仕事に参加してみませんか。